粗品です。せいやです。うまっすぐの編集秀逸謎かけクイズ。おやばいで、はい、ちょっとあの編集のスケジュールで、はい、編集が間に合わないということで、まあ、ノーカットノーテロップでいくんですけども、カットなしね、はい、秀逸謎かけクイズをやろうと。いやこれはつまられへんってことですからね。そう、考えてる時間とかやばいよ、事故るよ。ほにゃららとかけまして、ほにゃららと解きますと秀逸な謎かけを途中まで読み上げるので、その心をお答えください。いやこれ根津さんでも断るんちゃう。ノーカットノーカットで謎かけちょっとってでも、いやさっきおもろかったわ、そのルミネの1本目、はいはいはい、そのせいやさんがアドリブでまあその、うん、アニメのキャラになりきってこう謎かけを、うん、急にね、そう急にお客さんにお題もらってやるみたいな、急にね、なんかそう結構ルミネのトップバッターとか砕けてアドリブぐらいせな、半分ぐらいするんですけど、あれめっちゃまあ良かった、ね、ジャムおじさんでね、急に俺がそう、うん、みたいな、なんかうまいこと言い出して、そうしかも特報を限定して限定パン、何でもパンで解けます、ね、東出身でねみたいな、うん、なんかいい、あの知り合いも全員東出身でみたいな、イーストだけにね、ブーンみたいな、そう、うまいこと言って、アンパンマン号加速するみたいなのが、まあ、受けたんで、そうそう、なんか良かった。お題くださいって言ってな、全部パンとかけるのは、言ってたな、絞ってパンでやりますって言ってたな。まあ、今、ホクホクやから。あ、そうですね。ちょっとこれ、バンバン答えていこう。あのくだりええな。あれ、ちょっと待って、次も。NGK でもいけるぞ、俺。あ、ほんまやな。問題。おいしいスープとかけまして、はいはいはい、いい夢と解きます。お、その心は、おいしいスープとかけまして、いい夢と解きます。はいはいはい、その心は、いい夢、はいはいはい、おいしいスープとかけます。はいはい、もう、はい、言ってくれ、はい、ちょっとね、ライト、はい、ノー編集ですか、うん、安眠でしょう。うん、どういう意味、うん、安眠でしょう。安眠でしょう。え、その夢しかかかってない。何がスープは安眠、安眠、あ、なんか韓国のスープである。ああ、なるほど、安眠、なるほど、ちゃう。おいしいスープとかけまして、うん、いい夢、おいしい、いい夢、ま、そうですね、飲み干すでしょうみたいなね、うん、飲み干す、レム睡眠、レム睡眠、悪夢じゃない、ね、うん、スリープ、あー、やばいね、うん、おいしいスープ、おいしいスープ、楽しい夢、いい夢、いい夢、楽しい夢でも、あー、いい夢、起きたくないでしょ、目が覚めたくないでしょ、うん、覚めたくない、なんか覚ますみたいなとかけてな、いけるかもな、覚めないでほしいでしょうかな、覚めると、うん、嫌でしょ、うん、オッケー、まあまあ、オッケーオッケー、まあ、まあ、俺も、まあ、言ってた、うるせえな、ちょっと正解なり得るやつあんま言うな、独り言で、俺がお前のノー編集やからもらうみたいな、どちらも冷めてほしくあります、はいはいはい、はいはい、あ、なるほどな、オッケーオッケーオッケー、イージーイージー、問題、ゴーストライターとかけまして、ゴーストライター、うん、いびきと解きます、いびき、その心は、はいはい、ちょっとね、光りませんが、うん、はい、寝具が大事でしょう、なるほどね、歌うとね、ゴーストライター、ゴーストライター、歌う、いびき、いびき、さよさん、うん、誰にも気づかれずに書くでしょう、うん、ね、書くでしょうは書くでしょうなんですけど、いいね、うん、闇の中で書くでしょう、いや、闇の中で、ね、ゴーストライター、うん、なんやろう、なんですかね、書くでしょう、書くでしょう、書くでしょうは書く、いびきを書く、いびき、あ、だから大声で書く、ゴーストライターってでもそうか、音楽じゃなくてもあるのか、あるか、知らず
知らず、うん、うん、無意識に的な、うん、誰にも人に書く、あ、誰、あ、サムラゴッチ、懐かしのノン編集やから、書くでしょ、なんとかして書くでしょうやろ、多分、あ、いびき、ゴーストライター、人、ゴースト、ゴーストライター、はい、人に書くでしょうみたいなね、人に書くでしょう、書くと、うん、書くと注意されるでしょう、あー、あかんことみたいな、書くと良くないでしょう、あれ、この線があかんのかな、これで使うか、 OK、 一回ちょっと試して、これでも、あ、線や、あ、線か、赤色、ゴーストライターと、いびき、これ2問目、はい、やばやばいやばい、書くとゴーストライター、いびき、グースか、ヒント、ヒント、はい、みたいな感じで、ヒントいらないっすよ、ね、お前いらんよ、ヒントみたいな感じね、うん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 、わかりません、はぁ、あ、なんじゃピボーン、書いてることは誰もわかりません、あ、書くことは、なんて、何がわかりますって、あ、はいはい、どうぞ、はい、どうぞ、書いた人は、おお、書いた人は分かりません、わかりません、おー、うまい、うまいうまいうまい、これはいびき、素晴らしい、ゴーストライターもそうや、うまい、もう一段階うまいんか、よし、ゴー、まあラストぐらいかな、次、okay、問題、パッといこう、水彩絵の具とかけまして名古屋、岐阜と解きます、その心は、ん、水彩絵の具とかけまして名古屋や岐阜と解きます、名古屋や岐阜、その心は、わからん、うわ、ん、うわ、岐阜も、はい、おい、うわ、言い方やな、城が、お、城が貴重でしょうみたいな、ほう、お城の城、うん、と色の城、ほう、水彩が、水彩絵の具、水彩絵の具、へえ、名古屋と岐阜、なんで名古屋なんやろ、ん、全く分からん、中京、中京、中京、東海、東海、でももっともっとあるよな、多分その言われる、名古屋と岐阜、なんかすいません、そのなんか知識みたいなのいりますか、その地理とか歴史とか、いや、そどんな質問すいません、いやそのいやいや、出えへん可能性、謎かけやからさ、一生出えへん可能性ある、ボキャブラリーの世界、ちょびっとだけ、なあ、終わりとか、あ、そこまでな、どまで、岐阜、名古屋、変な2つやな、うん、愛知、岐阜じゃなくて、しかも名古屋や岐阜、はい、言い方何、まあ、愛知と岐阜でも、愛知と岐阜でもいい、はい、これなんや、中部地方、おもろいぞ、中部、あ、中部、はいはいはい、はい、どうぞ、はい、いやでもな、水彩画やろ、5、4、いけ、3、いけ、2、いけ、1、うえ、チューブから水を出してるでしょ、あー、なるほどな、まあ言い方、はい、うん、はい、チューブでしょう、水彩画あろう、チューブでしょう水彩絵の具、水彩絵の具、チューブでしょう、だー
やーい。え、水彩絵の具か。ちなみにその他の回答は何でしたか。どちらもチューブに入ってます。あ、なるほど、ね、うわー、なるほど、まあまあ、チューブでしょう。まあまあ、いや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 、3問いったで、ノー編集で。よかった。俺らに勝てる人来てみろ。おるって結構。おしょ。皆さん、高評価、そしてチャンネル登録お願いします。